新成人を迎えられた皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。あのほら去年とかはさ、うん、その成人式ができなかったりリモートだったりしたけど、今年はできたんじゃないですか。うん、成人式どうですかね。できてるはずですよ。できてるといいですけどね。ファンの人たちも今年成人式行くんで、うん、あの着物を予約しましたとかっていう方もいるんで、うん、いいなと思ってます。いや思ってお祝いしてあげてください。本当に成人式楽しかった。どうだった。行ってないね俺は成人式。え、なんでですか。俺行かなかった。なんで。え、あのほら暴れるやつらいるじゃん。福島とかも多いんすか。いやほら田舎とかニュースになるじゃん、まあ、よく田舎はね、うん、なりますね。あれが嫌で行かなかったね、うん、せっかく友達に会えるのに、うん、俺は行ったけど、まあその後何かするってことはなかったな。え、マジで。うん、普通に帰ったの。俺は地元の友達たちとワイワイ、うん、はい、してそう。してそうだね、うん、地元の居酒屋でみんなでワーッと回って、はい、してそう。で、あの以前出てきた体育会バリバリのカジ君にあの一時会で潰されるっていう、されてそう。されて、はい。俺もそうだね。もう同じ中学生が集まるだけなので、うん、その成人式でちっちゃい長男で、うん、そこに集まってみんなでほぼみんなで。でも飲まないでしょ。僕はやっぱり調子こいて行ったんですよね。うん。うん、コートダジュールに行ってカラオケ屋に。カラオケ屋ね、コートダジュール。1杯目で僕ぶっ潰れて、うん、タクシー呼ばれて気づいたら家でした。俺もでも似たようなかな。じゃ あ, あの皆さんね、お酒を飲みすぎには注意してください。いや、ほんと注意した方がいいです。飲みすぎ、はい、飲んでも飲まれないね、ください。はい、はい、それでいきますね。運水の今晩どうしましょう。皆さんこんばんは、早乙女ジョージです。小野圭章です。寺山武史です。成人式で袴を着る男はその後の飲み会でギャルとタク固まりがち。はい、この番組は運水メンバーがワイワイガヤガヤと賑やかにお届けする、流れる雲のように水のように自由気ままなラジオ番組です。今回は私、早乙女ジョージが MC 担当します。はい、294回目です。はい、そうなの。ガチもしくはもう子供がいるからすぐ帰るパターン。ああ、そうね、あのあ、もうそのギャルと、うん、あの夫婦のパターンがありますから、ね、はい、なるほどね。お母さんに預けてるパターンがありますから。1月も半ばです。はい、まあ僕はもうそろそろ本番が始まりますね。舞台ですか。舞台です。何でしたっけ。イケメン戦国座ステージ。ちょっとそれで思ったんだけど、うん、結構俺長いことやってるんですよ、この舞台。はい、あ、ね、はい、で賢章が、はい、あのアプリゲームの方で、うん、出てますね。何役。真田幸村やってるんですよ。一回ぐらい来てもよかったんじゃないかなっていう。まだ来てないんだよね。行きたい気持ちあるんでしょ。しあるあるある、うんうん、で行きたい気持ちある、うん、初演は小沼が真田幸村やってたから、ね、そうなんだ。でちょっとそこからちょっと人が変わって、また、うん、変わったんだ。オヌに戻ってきたんで、もし今回は出ないんだけど、うん、もしオヌが出るときは来てほしいななんて思う。なるほどね。来てくれますか。まあ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 。なんかさ、声優さんがさ、うん、たまにまあ来てくれるね、2.5 時間の舞台来るときあるじゃないですか、うん、あれってどういう感覚なんですかね。検証ある。自分が出てる。ああ、俺が見に来てくれた。どういう感覚なの。行く側がってこと。そうそう、行く側ってさ、うん、見られる側はさ、やっぱり、うん、嬉しい。ちょっとその人のやっぱアニメのさ、声も参考にしてるわけじゃないですか、うん、こちら側は、うん、してる人多いと思います、うんうんうん、逆にされてる側はどういうスタンスで行く感覚。え、いや、もう楽しむだけじゃない。ああ、そうなんだ。あ、まあ、別物だと別側だと思って。なんか例えばさ、あ、俺をなぞってくれてるなとかはやっぱ感じるの。あ、感じる時あるけど、うん、でもね、俺はねすげえなって思ったのは、うん、あれだね、あの文豪ストレイドックスって言ったの、あの橋本くん、翔平くんが、あの俺の役をやって、うん、わあすごいなと思った。芥川どういった意味ですごかった。いや、それをさ2時間あれをやれるのすごいなって普通に感動した。エネルギーとしての、うん、エネルギーすごかった。うん、なかなか俺はもう無理。なるほどね。無理にって本当にそういう大変なとこありますからね。大変で体力が必要ですから。いや、だって俺らはさ、その、うん、いや週1でさ30分アニメをさ、うんうん、そうだね、細かく撮ってる、うん、動いてはいないですもんね。それをさ2時間の舞台で集約してガーってずっとクライマックスみたいな感じやってるの、すげえなってマジで思う。橋本くんね、すごいって言うよね、本当に。いい子だし、はい、はい、面白いね。うん、まあ、いつか賢章が来ることを僕は願っております。賢章がアニメの役をジョー君がやればいいんですか。そう、いや、それちょっと見たくないかも。
めちゃくちゃ面白いけど俺がやりそうなキャラを賢秀がやらなそうだから、ね、タイプが違うからね。はい、それでは皆さん最後までよろしくお願いします。はい、ということで始まりました運水の今晩どうしましょうですが、普通歌いっちゃいます。はい、はいはい、うんこばネーム有浜さんからいただきました。ありがとうございます。運水の皆さん、運水、初めてメールします。ありがとうございます。先日会社の先輩の結婚式に参加してきました、はい、先輩の同期の方がスピーチされていて、私は会社で出会った人同士が互いに10年も辞めないでこうしてスピーチを頼むまでの関係になったのかとやたら感動のツボにはまって泣いてしまい、同卓の人からなんでこの人を泣いてるんだと総攻撃を受けました。運水の皆さんを拝見しても手で出会った人同士がと感動してしまいます。皆さんには自分でも謎な感動なツボってありますか？心打たれやすいタイプでしょうか？いやでもさ、ちょっとその質問とは変わるけど、やっぱ出会ったこのデニムで出会った俺たちがここまでやってるのはやっぱほんとすごいよね。いやすごいと思うね、うん、他で聞かないっちゃ聞かないんだよね。過去の歴代のデニム界隈でも僕らだけじゃないですか、ずっとデニムをこすってんのね、うん、言い方悪いな。宮野守さんと高木俊さんもずっとやってるけど、なんか一緒に、まあ、個人感はねあるかもしれないですけど、なんかユニットでね、2人とかならね、まだね、そうそう、まだ4人でやってるのはなかなかないよね。そして、ま、ほぼ参加してない後の2人もさもまだメンバー感が俺たちは思ってるからね。俺はもうそのなんかもう小指でまだつなぎっぱなしで崖っぷちですね。つなぎっぱみたいなその感覚を10年やってますから、もう10年ですか。そう、我々ももう全然10年11年目ですよ。確かにすごいわね。そりゃ30代になるわな。だってそうだからさ、それこそ若い2人とかだってあの頃高校生だったスタイルだもんね。朝木レイヤとね。レイヤと、せいやね。高1と高3とかじゃなかった？そう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 。そうよね。がもうだってそろそろ30代が見えてきたんでしょ？そうだね。さっぱ、えぐ。えぐいよね。だからなんか、この、続けてることの感動っていうのが、やっぱり去年の、M1 の錦鯉さんでめちゃ感動したなって、諦めずにずっと続けてて、審査員の皆さんも泣いてましたね。泣いてたね。花輪さんとか泣いてたもんな、ね、なんかこういう続けてることがすごくなんか打たれたな俺はその時、それを踏まえて先週のやっぱ岸本と寺山がやっぱあのキングオブコント目指すっていう10年かけて優勝してくれてそしたら感動するでしょさすがに。魂は年を取らないって言ってたから松本人志さんがあれいいよね、いい、いい言葉で、その時にあの賢秀とジョー君がバカ売れしてたら余計感動するよね。やっと来たなーー、ね、お前らっつってテレビ局とかで10年待たなきゃ、10年でみんなでは売れていこうよ。いや、先売れてたらよりストーリー的にもね、充実してくるんじゃないかと。ストーリー的にね。でもなんかまあ、よりね、こう、今後、今年、こう、とか、運勢がこう、なんか大きくなっていく一個のネタになったらいいなとはちょっと思って。いや、なんか出る方になってますけど、出ませんか？なんか勝手に出るみたいな。ネタ見て言って。勝手に出る。本見て言って、本見て。会社あらすじだけでも。プロット見て。プロット見出してもらって。はい、じゃあ、年末楽しみにしてますね。プロットあるのかな。続いていきます。うんこばネーム、まめっちさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、運勢。運勢。先日小学校時代の友人に10年ぶりぐらいに再会することができました。そこでびっくりしたのですが、その友人が賢秀さんの、これはノアール K だっけ、ノアール K のキャップをかぶっていたんです。10年ぶりに会った友達が、はい、おすごい、いろいろ話をしたところ最近うんこばを聞き始めたらしいので、あらこれから全力で布教していきたいと思います。あら、皆さんは最近久しぶりに会った人や会いたい人はいますかということですか。俺キャップまだ持ってるよ。俺も持ってる。俺持ってるよ。持ってるし、あと引っ越し経ても持ってるからね。俺ライブのキャップも持ってるよ。おうおう俺も未だにあれステージ衣装で使ってるから、ね。マジで。賢秀ってサッカー選手みたいなやつね。ネイマールみたいな。ネイマール。まだ持ってるよ。久々にさ、久々の人から電話来てさ、もう誰だ、椎名太蔵くんっていうね、あ大丈夫、大ちゃん、太蔵、舞台で、俺は、そうそう、俺は、ダイブっていう映画で、
一緒だったの？あの一緒だったんだけど、それこそ18ぐらいの時、うん、俺がね、で泰造が当時まだ20歳とか、うん、めちゃめちゃ若い時でさ、うん、でまあいろいろ時間が経ってさ、うん、もう結構久しぶりに電話かかってきてさ、うん、うわなんだ久しぶりだなと思って電話出たんですよ、うん、もしもしとか、うん、ちょっと一個気になることがあってさ、うん、入り口怖いね、怖い怖い怖い、何と思って、あのさ大地っているじゃん、うん、ああ大地、うん、検証の親戚、そうそう俺の親戚ですね、あの船津大地っていう、うん、あの役者やってる大地っているんだけどさ、うん、大地ってさもう一人いるとか言って何それ何どういう電話久々なのよ、何何何何とか言って、うん、いや俺もすげえ気になる、なんかさ噂が回ってきたんだよとか言って、何何とか言って、なんか賢章の親戚を名乗る大地がもう一人だよ、うん、とか言って、怖いんだ、え何それとか言って、うわ船津じゃない大地そう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 、もう一人大地っているって言われて、うん、いや大地は一人しかいないよとか言って、うん、そのなんか親戚って言ってる大地って、うん、そのな何大地っていうのみたいな言った、うん、まあ何々大地って、うんうんうん、いやそれは知らない、それは違うとか、もしかしたらいるかもね、いやなんか多分勘違いでそういうなんか尾ひれ歯ひれがついて、あそうなんだ、そのなんか大地親戚になっちゃったの、そう、そうなんかもう一人親戚の大地がいる、船津ですからね大地はっていう、親戚はね面白かった、大地は一人だよっつって、あそうだよねとか言って、確認してくれるからよかったね、面白かった、怖いよね、騙されちゃうもんね、そうそうそういますか、なんか会いたい方、久々に会ってでもなんか1年ぶりぐらいにこの間俳優でバスケットやってるグループがあったんですけど、前にで結構昔に2年3年前ぐらいかなに終わっ、なんか空中分解というか終わっちゃって、そのグループライン今第2にあるんだけど、でいやこの間久々にそれ主催やってる男の子から、あの明日どうしますって来て、なんで何何何って言ったら、明日バスケっすよって言って、え、あいつ誘ってないんすかっつって、もう一人の子がなんか誘ってなかったらしくて、うん、で結局ちょっと行けなかったんですけど、うん、また行きたいなっていう話です。ミオくん会いたくない、赤羽出た、たまに出てくる赤羽、ね、たまに出てくる赤羽ミオくん会いたくない、ね、同世代の俳優ですけどね、うんうん、会いたい、分からんだろ大丈夫か、いやでもほら何度かこのラジオでもお話ししてるじゃない、はい、会いたいっちゃ会いたい、会いたいね今どんな感じか興味しなくなった人多いね、確かそう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 、現場がかわその一緒にこう巡り合わせっていうか、うん、一緒の現場にならなくなった人も多いからね、うん、なんか昔共演した人にまた会いたいなとは思いますよ、うんうん、はい、はい、そんな感じでございます。というわけで、ふつおたの方じゃんじゃんお待ちしております。うんせい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 うんすい、アンサーポエムを君にいきましょう。コーナータイトルのテンション合ってます。タイトルとあの MC の多分そういうコーナーじゃないと思う。はい、こちらは小結ちゃんから募集したポエムのアンサーを真面目に考える、真面目に考えるコーナーです。はい、はい、では早速やっていきましょう。最初のポエムはこちらです。うんこばネーム愛さんからいただきました。はい、ありがとうございます。夜風が少し冷たいです。はい。こういうことですか。ああ、いいね、はい、いいね、いいね。夜風が少し冷たいです。うん。はい。小野さん行きましょう。はい、小野さんお願いします。アンサーお願いします。それでは言ってください。夜風が少し冷たいです。そうですか。気づきませんでした。いや、冷たいや。冷たいや。いや、違う。これはね。シリが反応してる。シリじゃねえ。ああ、ちょっと。シリじゃねえ。それはいいわ。何？いいね。分かった？完璧ですね、それ。素晴らしい。これどういうことなんですか？いや、もう浅いよ。気づかないの浅い。気づかない。素晴らしい。マジで浅い。一緒にいたんだ。そう。うん。一緒にいて。違うよ。くっついてたってこと？違う。何？僕は、うん、あなたにほてってるから、うん、なるね、冷たい風っていうのに気づかなかったよっていう、なんかメゾン一国みたいだな、あ、シリじゃねえからそうですか、うん、なんか一見冷たいように思うけど、なんか夜遊びさんの歌詞みたいですね、なるほどね、わかるとなんかいいみたいな、うん、まあ、これにて閉店つくフォワットがよろしいねいいの出たんじゃないの、これもう出ちゃった、優勝
しょ。いや、やってよ。次のお題いきますか。やってよ。ついています誰か。いやいやいや、もうやってよ。もう怖いわ。逃げんな、逃げんな。逃げんな、戦え。はい。あ。はい。じゃあいきますね。はい。夜風が少し冷たいです。寒波が一人まんねん。なんすか。そういう報告ね。やっぱ報告 ね、 報告ね。絶対付き合わないじゃん。そんな人と付き合っていい声でしたけどね。一人まんねん、はい、次行きたいな。次行くか。なんでいいの出るとあれなの。いいのかどうか俺は分かんないけど。行っとこう行っとこう。みんな言うんだから基本、うん、基本みんな言うんだよ。じゃあ行きます。ジョー君読んでください。はい。夜風が少し冷たいです。七チキでもいただきましょうか。関西弁。関西弁の武器。同じ装備使うやつ。すいません、限界でした。おもろいよ。いや、おもろいおもろいおもろい。あーもろ。何の深みもない。あっさ。ただコンビニに行くカップルだね。いやいや、なんかそういう漫画ありそうだよな。日常系の7チキでもいただきましょうかと。あんま言わんけど。じゃあ早乙女大先生。大先生お願いします。心を込めて言いますか、うん、夜風が少し冷たいです。じゃあ一緒に朝まで過ごしましょう。いいんじゃないですか。、うん、ストレートによくない。夜風が寒いんだったら一緒に朝までいて朝を迎えましょうっていう意味です。とてもいいと思いますけど、はいはい、検証が120点出してるからね。そうだね。、うん、でも良かったですよ。いや全然いいと思います。いきます。続いてうんこばネームみおさんからいただきました。みおくん、みおくん、赤羽、赤羽から赤羽みおくん、赤羽みおくん、あの人聞いてるからね。たまにね、うん、はい、いきます。ツイッター見てるだけでしょ。、うん、あなたのせいです。こんなに胸が痛いのは。いいじゃない、まあ、いい、うん、いいじゃない。あなたのせいです。こんなに胸が痛いのは。はいはい、じゃあ検証お願いします。、うん、あなたのせいです。こんなに胸が痛いのは。わかりました。近くの病院を検索します。シリに逃げるな。シリに逃げてたんじゃない。まあちょっとそれかぶって持ったかもしれんもん。うっそ。じゃあ行っちゃう、一応行っちゃいます。かぶっちゃったから。じゃあタクちゃん行きます。はい。あなたのせいです。こんなに胸が痛いのは。それ排気胸とちゃいまっか。わあ、これかぶった。なんだ、ポエムはかぶせ聞かないか。かぶったのかな、それは。かぶったのかな。胸板がやっぱ病系に行っちゃったから。そっか。もう今日俺終わりよ、これで。これいけんのかな、ちょっと試して。あ、じゃあ、はい、いきますね、寺山さん。あなたのせいです。こんなに胸が痛いのは。痛いの痛いの飛んでいけ。いけないよね、これじゃ。これじゃいけないよね。なんかその先がもっとあるかなと思った。俺もちょっとできるかなと思ってできなかったね。来た来た。追加でちょうだいじゃん。オッケーオッケー。うん、じゃあもう一回、うん、さん。あなたのせいです。こんなに胸が痛いのは。うんちちん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 。何言ってんだよ。何言ってんだよ。何言ってんだよ。おい。って関西の方からツッコミ来たよ、今。ちょ、誰か痛いの痛いの飛んでいけの後ちょうだいよ。完成させる。完成させる。飛んでいけ。趣旨が変わってきてんじゃん。いやいや、それで大先生につなげてもらうじゃん。いや、つながんないよ。一旦ジョークの聞こうか。うんうん、そうだ。ジョークの作品聞きますよ、うん。あなたのせいです。こんなに胸が痛いのは。右ですか？左ですか？あなたの痛みはどこからじゃないですか？花澤香菜さんじゃないですか？熱のタイプじゃないんですか？え？何いけ、テラのなんだっけ、痛いの痛いの飛んでいけの後になんかちょっと締めたいなって思ったんですけど、うんうんうん、岸本さんいきます。いや全然、今じゃあいい、シンプルにいけんじゃないかな。いきます。うん、じゃあ俺が言ってテラ言って俺が言って、あ、わかりました。それだって、あ、いいですよそれで、うん、あなたのせいです。こんなに胸が痛いのは。痛いの痛いの飛んでいけ。あ、僕が痛くなっちゃった。違うの？違うの？違うの？違う、そういうこと。違う違う違う。なんか痛みが飛んでいくってことは、飛んできて自分来ちゃったわけよ。
好きだから痛いんですよ、うんうん、でもその痛みを飛んで生かしちゃうと好きな気持ちがどっかに行ってしまうんじゃないかっていうことを締めてほしいんですよ、ね、それが受け自分に来ちゃったっていうダメだな降りてきたじゃん難しいな大丈夫痛いの難しいな難しいなもう一個行くもう一個行くもう一個行く成長してるはずだよ、うんうん、今のは誰が良かったですか誰も良くない誰も良くなかポップなやつポップなやつあいいねいいじゃんポップいいねいいね、うんこばネーム石橋精肉店さんからいただきました。 あなたが好きなのは私じゃない柔らかくて全てを包み込んでくれるこの2つの膨らみ。いやたくさんためのポエムじゃないですか。そうだね、はい、俺いい。じゃあ先それ書いてるうちに、はい、あなたが好きなのは私じゃない柔らかく全てを包み込んでくれるこの2つの膨らみの先にある2つのポッチはい、もっともっとフォーカスを狭めたみたいな。もうその先です、はい、いや果たしてそうでしょうか果たしてそうでしょうか。じゃあたくさん、はい、いきますか。はい、じゃあお願いします、はい、あなたが好きなのは私じゃない柔らかく全てを包み込んでくれるこの2つの膨らみ。あ、胸ですか尻ですか。どっちか分かんないね。確かに、はい、俺ちょっと来たかもしれない。あ、来た、うん、降りてきた、うん、じゃあ研修行きましょう、はい、あなたが好きなのは私じゃない柔らかく全てを包み込んでくれるこの2つの膨らみ。そうですよ、おっぱいです。でもそれを含めてのあなたじゃないんですか。イエローキャブの写真。怖い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 確かにそれで売れるべきですみたいな。現サンズの野田さんてらいけますか。じゃあお願いします。はい、あなたが好きなのは私じゃない柔らかく全てを包み込んでくれるこの2つの膨らみ。あなたが好きなのも二つの膨らみじゃないんですか、おキャン玉。やだ、最低だ。最低。なんかやっぱね、なんだろうな、なんか。いや、下で来てんだったら下アンサーが。わかるわかるわかるけど、やっぱね、美徳のないね、あのね、下はね。なるほどね、うん。それを言わないのが、ポエムなわけですね。うん、いや、綺麗に下を行きたいな。平気下もね。これは誰が良かったですか。やっちゃう。いやでも消去法で言うと、うん、検証さんじゃないですか。みんななんかね、霜に走りすぎた。性的に見てましたもんね、おっぱい。性的に見てた。性的に見てました、うん、はい、すいませんでした。すいませんはい、というわけでね、まだまだだね、はい、皆さんから引き続き僕たちにアンサーしてほしいポエムの一節を、募集します。以上、アンサーポエムを君にでした。運水の今晩どうしましょう。運水に聞きたい100のこと。こちらは皆さんから募集した運水に聞きたい質問を一問一答形式で答えていくコーナーです、はい、時間もないので1個2個になっちゃうけど、現在36個の質問に答えてます、うん、では行きましょう。早速、うんこばネームカルアミルクさんからいただきました。ありがとうございます。長風呂するとき湯船に浸かりながら何をしていますか。携帯、うん、本当に本当ネットフリックスとか、うん、サブスクを見てます ね、うん、俺もラジオ聞いてるから、うん、長風呂しないからな、うん、お風呂ないっすもんね家に。ない、うん、いやあるんだけどもうシャワーで済ましちゃう。昔ちょいさ、シャワールームの部屋だけの、そうそうそう、ケラ来てくれたけど、ぶっ壊しちゃったやつ、そう、いきなり来てぶっ壊したやつ。あったね、あったあった。パックしたりはしないんだ、お風呂入りながら。なんか女の人はするじゃん。なんかあの泥パック買ったんでやったりはしますけど、うん、まあお子さんもいるからなんか長風呂できないよね。そうですね。俺サウナ行くのめんどっちい時はあれ、うん、あの家でめっちゃ厚めのやつ入って水シャワーとかして、あ、それで整わせてんだ、うん、ハマってくれてありがとうね。楽しいっす、楽しいっすもう一個行きましょう、はい、うんこばネームアクセルローズさんからいただきました。ありがとうございます。結構前にちらっと話題に上がっていたので、今の YouTube のおすすめに出てくるのはどんな動画なのか聞きたいです。んー、今俺は早乙女はですね、
あれだな、今のおすすめ、今のおすすめか。俺ちょうどザコ師匠のショートだったわ今あ、ショートでおすすめ上がってきたりするもんね。俺はね、検証は何でしょう。あなたの靴の穴を目に見えないように修正する方法を学ぶなんか靴系のこと調べてたんだ。いや、わかんない。おすすめか。僕はあれっすかね、何でしょう、やっぱラップバトルとかがやっぱ出てきちゃいますね。あ、ラップバトル、はい。早乙女のショート、ショートじゃなくてもいいのか。いや、俺はもう完全に、ね、本当錦鯉さんのノリノリマサノリダンスが出てくる。ノリノリマサノリ。あとひろゆきさんよく出てくるな俺。ああ、一回押すとね出てきますよね。はい、そんな感じですかね。うん、今回2つ紹介したんで38個まだまだ先ですね。はい、完成まで、完成というか100個までは、はい、はい。今回は2つの質問に答えました。引き続き僕たちへの素朴な疑問をお待ちしています。じゃんじゃん送ってきてください。うんすいの今晩どうしましょう。うんすい活動日誌、ここからうんすいの活動報告をしていきたいと思います。まずはお知らせです。うんすいの今晩どうしましょう DJCD 第1弾から第5弾が通販サイト A&G ショップで販売されています。ぜひチェックしてください。そして早乙女はもう2日後ですかね、1月14日から、イケメン戦国ザステージが、北千住千住シアターにて、開始されます。ぜひ 見に来てください、うん、はい。そして私岸本はその後2月の18日から27日まで、同じく北千住のシアター千住にて灼熱カバディという舞台に出演いたします。ぜひチェックしてください。以上活動日誌でした。お送りしてきました運水のコンマどうしましょう。あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。アドレスはすべて小文字で運水 @joqr.net unsui@joqr.net です。また番組の最新回は金曜日のお昼より YouTube でも配信されています。こちらもよろしくお願いします。はい、うん、ね、冬、今年の冬寒そうですからね、皆さん気をつけてください。いや寒いよね、寒いね。だって去年は大寒波あったって言いますからね、うん、もう一回来るんじゃない。来るでしょうね、うん、こんな感じで大丈夫ですか皆さん大丈夫ですか。大丈夫ですよ、ですか、全然、はい、全然大丈夫です、はい、残したことはない、ないですか、大丈夫ですか、はい、はい、ということでこのあたりでお別れです。ここまでのお相手は早乙女ジョージと小野健翔と岸本隆也と寺山武史でした。せーの、うっすい、バイバイ。せーの、せーの、泥棒、せーの、泥棒。うんすい全力ゼリフ、今日やっていただくのはこの方。はーい、誰だ。うわ、岸本さん。ドゥワ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 全力ゼリフ。さあ今日岸本さんやっていただく全力ゼリフはこちらです。でっけえおっぺいを目の前にした孫悟空の全力ゼリフ。3、2、1、どうぞ。父、おめのっぺでピー案件、ピー案件ですね。ありがとうございます。直せよ。